札幌中央区で完成した北海道新聞の新社屋で行われたのは将棋に興味がある小中学生を応援する将棋まつり in 北海道でこれが2回目の開催ですプロの棋士が将棋の指し方などを教える初心者向けの教室やプロによる対局について解説が行われましたイベントには抽選で選ばれたおよそ220人が参加し プロの話に耳を傾けていました,また32人の子どもたちが優勝を争う将棋大会も行われ優勝者には記念の盾が贈られました。